山田秀夫です今夜の「ドルカナは」はアイドル CD 売り上げ対決は波乱の幕開け熾烈な戦いを制するのは一体どっちそしてあの天使なアイドルがまさかまさかの大激怒アイドルとファンの夢を叶えるバラエティ「ドルカナ」今夜11時スタート心の平和に近づくお手伝い今も 日本のどこかで自ら命を絶とうとしている人がいます今あなたにできることは何だろう「心安らぎホットライン」では専門のカウンセラーを募集しています話すだけで救える命がある「心安らぎホットライン」ですわしらが歩む未来そこに。 きれいな自然は残っているだろうか。わしらが進むべき道は、一人一人が考えよう。ストップ、環境汚染。我が軍の意向、すでにあの太陽がごとく。我が軍の名声、上がること、昇竜がごとし。 ついに天下を飛べる時が来たのだ神を我が軍に勝利を狂ってるよく言われますでもどうしてそう言い切れるんですこっちからしたらあなたたちの方が狂ってるかわいそう こんなにおいしいものを味わったことがないなんてどうです試してみませんか人生変わりますよそれはまだわしが若かった頃の話じゃわしはばあさんと23歳の時に結婚したその頃のばあさんは別 ピンでナイスバディーじゃっただからわしはまいよまいよ <laughs> 要するにじゃ相性こそが夫婦生活を続ける上で大切なことなのじゃ